田中鈴木おぉえ、スタートおぉもちろんこの方です。どうぞ。うわぁ FM 宣伝担当セガインタラクティブのカリスマ宇野です。よろしくお願いします。ということですごい人気ですねこれ。こんなん見た僕ショコタ以来ですよ。すげえな。ああということでなんかちょっと宇野さん、はい、今日はなんか言いたことがあると伺ってますがどうしたんですか。はい、実はですねこの度ついに私のウィキペディアが出来上がりました。もし素人じゃねえじゃねえか。マジで変な冷や汗しか出てこない。ちょっとマジでちょっとえ見れるんですかそれは。ちょっとウノペディア、おお、ウノ顔かっこいい、セガインタラクティブ、お、決定型、ね、妹は漫画家のウノアキで飛べるようになってるやん。めっさおもろいな、あ、なるほど、APL チャンネル、ほう、すげえな。職業ゲーム宣伝なんですね。ゲーム宣伝、これ正しくは正しくは？正しくは確かあの、まあ、ゲーム会社勤務でいいんですけど、まあそうですよ、はい、2014毎週か、最終回は卒業大あなるほど、ゲッチャーゲセキュート、うどん生のコーナー、あゲッチャーアワードのこと書いてないや新人賞、ああそうかそうか、ね、書き足さなあかんねこれ、なるほど学生時代バスケおこれこの前ここで言うたことだけやん。なんやこれ薄いなおい。宇野さんなんやよう分からへんわ。なんかないの。宇野さんが携わったゲーム一番最初に携わったゲームなんですか。ですね実は、はい、ぷよぷよ2のアーケード版の方に担当として、それが一番最初。そうですね、はい、それは新入社員の頃ですか。いや2年目か3年目ぐらいですね。2年目か3年目で、はい、ぷよぷよの2のアーケード版ということで、はい、あの大好物なんですか。大好物もう明日死ぬならこれを食べるっていう大好物。無類のなんとか好きとか出てきるから。あと肉ですかね焼肉。大学生か。いや、せやないし、それ肉はみんな好きやけど、はい、ほら、ちょっとあるじゃない、その、なんかこう、なんていうかな、人が、って、俺やったら例えば、キウイめっちゃ好きですとか、ちょっと人と、人がみんな好きなカレーライスとかじゃなしに、その中でもこう、なんか好きな食べ物は？はい、あの、ホルモンで。ホルモン。酒飲みつつの。それ肉やないかい。それ肉やないかい。そうか、ジャリコチェの鉄みたいなって思った。どうだろうな。懐かしい。ホルモンだけにやちゃうがな。あんだお酒好きなんですね。そうですね、はい、お酒は何で一番好きですか。日本酒が。いやだから、はい、だからせいで日本酒でも銘柄いっぱいあるじゃないですか。日本酒の中でも一番好きな銘柄は、はい、大吟醸李白っていうやつが。大吟醸そういうのそういうのちょうだい。大吟醸李白すごい。どこの何県の酒ですかそれ。あそこ島根だと思うんですけどね。島根ね、あそこね素晴らしい酒のところいっぱいありますからね。なるほど。甘いもほんとあんまり好きじゃないですか。甘いもも好きですね。あ甘いも好き、はい、一番甘いも一番好きな甘いもどれですか。これが一番好きだな俺は。
ミスドのオールドファッションが映像出てきたすごいオールドファッションねシンプルであそこ行き着くよねそうですね一周してやっぱりオールドファッションホッとするよ、はい、もう庶民感ねいいねいいですよなるほどね面白い面白いオールドファッションはまあオールドファッション声はないかもうええか面白いなこれウィキペディア書かれちゃうんですか書かれますよそんなもうオールドファッションを食べながらこっちでリハクですよ全然合わへんなていうかさっき写真小野さんの写真載ってませんやんあまあそうですねはいこれはいかちょっとスタッフ写真撮って早くいろいろ撮っていろいろ宇野さんの、はい、ほんでこれをね今からあの上げますから番組ツイッターの方にほんで一番リツイートされたあ後ろからいいんじゃん真後ろいるか振り返る振り返る感じいるあの後ろ姿もちょっとあのやっぱ男の背中宇野の背中宇野背な、うんちょっとね、俺も見切れてないかおい大丈夫かおいそれ関係ないからなああよしこれを電磁ゲッチャーのツイートにアップしますツイッターにアップしますので最もリツイートされたものをですねウィキペディアの写真にするということで来週はねちょっとまた来週もいろいろ情報あもう一個お菓子一番好きなお菓子もう一種類だけ船の航海1年間あるんですけど一種類だけ何も持って行ってもいいですよ僕やったらプリッツのサラダ味になるんですけどお菓子何か1個お菓子ですよ何持ってきますカールの薄味チーズダメですよチーズカールの薄味キロやつ、はい、そうですあれたまらん、はいまあ、あれになんか、ね、一緒の味って他ないですもん ね、 そうですねカールの薄味やっぱりあ戻る人ですねやっぱり、はい、いろいろ食べて戻る、はい、なるほどね基本面白いなオールドファッションカールリロク、ということでじゃあ以上でもう今日は終わりですね。え？大会情報？宇野情報で十分ちゃうんか？宇野名前やぞ。大会情報いるのか？じゃあ宇野さん、はい。あとはお好きにやってください。シェケラベイベー、今週のちょっとどうしたちょっとどうしたの宇野さん急に好きにやれとは言うたけどいやもうシェケラベイベーどうしたのそれ言うてんのあの杖持った金髪のおっさんだけやで行くのねそれで、はい、じゃあ宇野さんお願いしますシェケラベイベー今週の大会情報はこちらそれ何怪我にそれ何はい、APM D1 ファイティングフェスティバルこちらの方、12月26日に決勝大会ですが、もう残り少ない出場枠となってきましたはい、はい、次お願いしますもうね、もう週末だけですからねはい、デッドライブ5アルティメットアーケードこちらがご覧の5店舗ですね次お願いしますはい、はい電撃文庫ファイティングクライマックスイグニションこちらも、ご覧の5店舗うんお願いしますもう、ね、もう終わりだけや、はいブレードアックスフロムシャイニングこちらがご覧の6店舗、うん、なるほどはい、ギルティギアユーザードレベレーターこちらの方がご覧の7店舗となっております、うん、はいそしてはい、はい12月26日の大会で、コスプレ部門こちらの方が、恒例の、やっておりますけれども、うん、こちらの参加者が募集中ですあと枠としては8名分ぐらいしか残っておりませんので、応募急いでくださいはい次お願いします、うん、そして最後ですけれども、恋姫演舞こちらの覇王決定戦の予選大会です今週末は、千葉県のゲームインファンファン船橋店となっておりますので、参加の方よろしくお願いしますなるほど、はい、以上でございますかはいすごいですよ宇野さんまさか宇野さんのここで番組が巻くというねすごいことになっておりますからちょっとここはまたウノペディアをちょっと濃くするためにねウノさんはい、あそうこれ基本的なこと聞くの忘れてたんですけどウノさん趣味は趣味あるんですか趣味のゲームになりますね、はい、あゲームですか、はい、家でやる家でやるんですかそうですねあ趣味ゲームなんですねえ他の趣味はないですかあのなんか運動とかの趣味とかそういうまあ
なんか麻雀とかパチンコとかそういうの言ってたんだよ。読書、映画鑑賞。そうですね、読書もないですね。読書って漫画ばっかですかね。ああ、漫画結構、はい、結構僕とあんま変わらないですね、そういう意味で言ったら。なるほど、趣味ゲーム素晴らしいことですね。好きな女性のタイプはどういう、まあ、奥さんのことは置いといて、女性のタイプ好きな女性のタイプはどういう人が好き。僕やったら、僕はぽっちゃりしたね、お尻の大きい女の子が好きなんですけど、あの宇野さんどういうタイプだ。胸ですかね、はい、いや、そうじゃん、そう、いやいや、体で言うんでなくていいです。こういう束縛しない子とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、自分が、あ、もっと言うやったら、僕は今まで長く付き合った子はお兄ちゃんがおる子が多かったんですよ。僕がわがままなんでね。だからそういう、なんかこういう子が好きだ、髪の毛が長いとかいろいろあるじゃないですか、こういう活発な子とか、あのグイグイ引っ張ってくれる子とか、どういう女性が。いや、まあ可愛い系であれば。あの女の、もうタレントさんで言ったらどういう顔が好きですか。そうですね、うん、ちょっともう世代違っちゃうのあれですけど、大丈夫大丈夫です、はい、まあ榊原郁恵さんとかのあれだ時代になっちゃいますかね。まあ、郁恵ちゃん、郁恵ちゃん、まあ、これ書かれちゃうの。ほら、早いよ早いよ。うわ、いや、そうです、郁恵さん最高ですからね。はい、超リアルタイム。好きな甘いものはな、オールドファッションで頼むで。いいね、容赦ないっすよ、本当。素晴らしい、はい、ということで、ちょっとまた質問はもうみんなで考えようね。ああ、みんなもどんどん送ってきて、宇野さんへの質問。ウィキペディア酷使するための質問ね。はい、ということで、今週も大会情報をお届けいたしました。宇野さん、ありがとうございました。そして先ほど撮影した写真は、デジゲッチャーのツイッターでご覧ください。今度はね、宇野さん、はい、ニコニコ大百科進みましょうね、これは。もうそんなこともありですからね。はい、ということで、宇野ラムのコーナーでした。宇野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。目指せ大冒険。